どうもー、かげやんです。今日はですね、えー、人を批判する人は、その人自身に問題があるということについてお話ししたいと思います。こうね、なんかこう、人を批判したりとかね、悪口を言ったりとかね、こうする人がこういる。まあ、身近にいるかもしれないですし、どっかに、どっかにか、そういうことを聞いたりとか、することがあるかもしれないんですけども、えー、そういうものっていうのはね。 あのー、全くと言っていいほどその言われた側はね受け取る必要はないというふうに僕は考えます。それはなぜかっていうとですねその言ってるその悪口や批判を言っている人本人がね、えー、その人自身にこう問題があるというふうに考えられるんですね。だからそそ、まあ、まあそののううの人自身がその えー、その人生というか生活の中でこう満たされない気持ちがあったりとかですねなんかこうストレスを抱えていたりとかね、えー、そういう状態にあってそのことのはけ,はけ口を批判や悪口に変えているというだけなんですね。だからその 言ってる内容とかがどんなに正当性があるように見えてもですねそのことで人を批判したり悪口を言ってるという時点でですね、えー、自,分に自分の心の中に問題があるからそういうことが出ているっていうことに気づかないといけないんですね。でそれをその批判や悪口をやめるためには自分を、えー、満たすような心を持つこととかそういう,こう満足できるような状態、えー、その自由度を上げるような状態であったりとかですねそう,いう うこ,とをこうしていいいいかないといけなとけでですねで自分のね人生とかそういう生活とかが満たされていたりですね、えー、その満足するものであったりしたりですねこう充実してた人がですね人の批判やね、えー、悪口を言うと思いますかということですね絶対に言わないと。絶対っていうのは、まあ、あれ批判まあまあ基本的にねその,その満たされた状態であったりそのいろいろこう。 その頑張ってやってるいろいろ取り組んでることがあったりしてる人はね人のことなんかその自分の家族に対してとかそういうことその身近な人に対してはですね何かこうなんかやってあげようとかそういう気持ちになるかもしれないですけども基本的に自分のやることにこう。 集中しててやってるんで人の批判や悪口なんかこう言ってる暇もないし、えー、言う必要もないしですね、えー、そ,そういうところにエネルギーを注いでるということ自体がありえないですねそういうことをしないという状態なんでねなんか自分がその悪口を言ってたりとかね悪口っていうかそういう批判してると思ったらですねちょっと自分に問いかけてほしいですよね。ここれはその何何でこんなんんで批判を言ってんのかっててるののか自自分分に返ってくるという自分の 心をちょっとこう考えてみる自分を内観するっていうことをしてもらわないとですねなかなか治らないかなと基本的にその批判する必要はないと悪口を言う必要はないとでそういうことすら思い浮かばない状態に、えー、自分を持っていくということが、えー、必要という必要というか、まあ、そうしていった方がいいというふうに、えー、思いますね。だだかかららそうですねだから なえーとね、その悪口や批判を言うとですねそれっていうのは結局自分に返ってくるんですね。で自分がそのことによってそれを何で言っていくか自分にそういうところがあるから批判してるところもあるんですね。なんかこう鏡ののようですけどもでだからそのことを 自自分自身ででそそのの問問題題を解解決決ししなないいとすねだから満たす心を持つことその満足したりそういうやりがいやりがい,というかそういういろんなことを取り組むことのブレーキになっちゃうんでねそれをまず解決しないと、えー、いけないんじゃないかなというふうに思います。ということでですね今日は、えー、人の批判や悪口、まあ、人の批判を言う人はその人自身に問題があると。 いうことについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます